Me too。 最高だよね。最高だわ。なんか、お酒ってさ、良くない？アホだ。ざっくり。ざっくり。アホだ。むちゃくちゃ中二病みたいなこと言うのやめてやん。ざっくりだよ。お酒って良くないってやめてよ。なんかさ、初対面とか、なんか初めましての人とでもさ、ちょっと飲んじゃえばさ、確かに確かに確かに。うちら何年目みたいな感じで仲良くなれるじゃん。次の日忘れちゃうけど。あとあの人が一番最悪なやつ。お酒大好きなんだよね。いらっしゃいませ、このバーのマンをやってます、イキポヨです。ハッピーハッピー。そんなイキポヨを見守ってます、グラチです。ハッピーハッピー。まあ僕も一緒にいやいや見守ってます、大倉志望です。ハッピーハッピー。今日も平和をかき乱します、青山です。ハッピーハッピー。イエーイ、おしゃれ。超話題の話していいですか、うん、ダウンタウン浜田さん、おお行きますね。おお、はい、浜田雅俊さんと渡部健さんの違い。10万円するスイートルームに呼び出すのが浜田、多目的トイレに呼び出すのが渡部、夜から朝まで一緒にいるのが浜田、5分で終わらすのが渡部、気分いいからと30万をあげるのが浜田、1万円を渡して帰らすのが渡部、フレンチクルーラーで泣くのが浜田、 LINE で下半身見せるのが渡部。シモン君って浜田さんと仲良しですよね。仲良い、面倒は見てもらってるけど、うんうん、どう思いました、この確かに聞きたい、このなんかネットニュースとかなんか答えてもらわなきゃね。どう思いました、うん、なんかこう見ててシュって出てきて、うん、ちょっと今までにないぐらいこう飛ばして、もう本当にもう4日分ぐらい飛ばすぐらい、もう上飛んでって、未だに上向いてペタッてくっついてたね。そう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 、大事。フレンチクルーラーのオチがやっぱでかいですよ。フレンチクルーラーやばいね。あ、そこのフレンチクルーラーは何、どうして泣いたの。こんなことしてくれたの初めてや。あ、自分がいつもこういう風にする方だったのに、うん、こんな返してくれるのありがとうって泣いたと。海の鉱物調べてくれて、うんうん、準備してくれてみたいな。いや、それすごいね。でもね、結局ね、それ言ってる女の子結局こうやって浜田さんを売ってるんだよね。そうね。って思った時に、私はどちらかというと、うん、浜田さんの印象が下がるんじゃなくて、この女の子の方が、うわーって思っちゃった。しかもこれ、ほんまにそうやで、最近の話じゃないでしょ。ああ、もう 3、4年前の話、ね、これ。そうなんだ。そうそうそう、3、4年前の話をこうやって蒸し返してまた稼ごうとしてるから、うん、そうそうそう。しかもこの事実はみんなが知っといた方がいいと思って私が言いましたって感じ。全然全然、その正義感はマジでいらん、うん、だから結局ね、なんか痛い思いするの、この女も女なんだよねって思っちゃった、うん、女も女って言い方悪いね、この女の子も女の子だなって、うん、昔パパ活やってた。え、ちょっと言いたい俺それ。言っていいよそれで。え、これ使えへんで。うん、使えない。使えへんけど、その話題とともに出てきた言葉というかフィーチャーされた言葉があって、これ説明してる時、生き生きしてたやろな。すごい。でもね、やっぱり渡部さんの件もそうだし、浜田さんの件もそうだけど、女性も悪くって、だってさ、そうなの、それで交渉成立して自分で驚いてるわけ、うん、だから30万やってスイートルームで、で渡部さんが言ったのにもかかわらず、トイレで1万でちょっと違くないそれってっていうならわかるけど、うん、自分でそれで OK 出しといて、そう、都合悪くなったりとか金に困ったらそういう風に売るっていうのはやっぱ違うっすよね、うん、確かに。どっちが下品かっつったらこっちの、あ、もちろんだからその、うん、不倫自体は2人とも平等に悪いけども、でもそこの不倫ってさ、うちら関係なくて、そこはもう奥さんとか夫婦同士の話じゃん。ああ、もちろんそうそう。でもさ、今この世の中さ、やっぱ SNS の普及でさ、超変わったなって思うのが、週刊誌よりも一般の方の暴露の方が怖いなっていうのがあるよね。すごい怖い。何に気をつけたらいいかもう分からない。いやし、ここの外出て普通の全然、例えば向かい側に止まってるあの車から
こうなってることもあるからね、うん、あここ二人がデートしてると思うってこと。そう、いやフラッチさん、いやこんな仏像みたいなのが大丈夫よ、はい、絶対切り取れないですよ。あれが壁紙かってどれほらなんかなんだろう、まあまあ、そういう言葉可能性としてはあり得ると思うんですね。そうそう、怖いよね。徹底的なその見定める目と根回しじゃないですか。やっぱ男性の差が的には仕方ないと思うの。私も反対だよ、うん、だけど、うん、バレないように完全犯罪でチョイスする女性も、口が硬い方とか。そうね、うん、いや、めぐちゃんそんな悟りなんか開いてないで、マッチングアプリ使ってなんでそんな汗だくんだったの。聞いてるだけでびっくりしちゃったよ、本当に。お願いだから、あのマッチングアプリとかで素敵な人と出会って。できます、大丈夫。できるから大丈夫。多少ね、あの年収低くて私があの大丈夫補うから。ダメダメ、そこまでいけちゃう。ダメンズ作っちゃうよ。あ、でも私のお酒飲む頻度とか、私の私生活に口出さないやつだったら、あとお料理できる人だったら、おお、相手が、うん、暇募集中でーす。乾杯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 。このチャンネルが面白いと思った方はいいね、グッドボタンよろしくね。こんな人にゲストで来てほしいなと思った方はたくさんコメントください。この人に来てほしいっていうのをお待ちしております。おやすみなさい。バイバーイ。